奥多摩湖に行きます。登山口なんかも巡りながら、ツーリングしていきたいと思います。いや、今日はいい天気ですごく景色も綺麗ですね。はい、というわけでですね、奥多摩湖に来ましたけれども、せっかくここまで来たんですから、ちょっと登山口巡りをね行ってみたいと思います。この先ねもうちょっと走ると鴨沢登山口、雲取山の鴨沢登山口があります。そして、そこから奥多摩周遊道路を下りますと三頭山に登った都民の森があります。ちょっとその辺をね寄り道していきたいと思います。それではまた。日本百名山雲取山鴨沢登山口ですね。YouTube の動画でも上げたんですけどね、去年はねここに来て、途中の七ツ石山のあの七ツ石小屋まで登ってこんな感じになりました。すごい土砂降りだったんですよね。結局ですね、あの後その日のうちに雨が止まなかったばかりじゃなくて4日間雨が降り続いたんですね。まあ頂上諦めてよかったかなっていう感じでした。今年はねその悔しい気持ちをバネにね体をもっと鍛えて天候をよく見極めて、もう一度ね雲取さん、チャレンジしたいと思います。2017年に建設されたというね頂上のあの新しいこの頂上のマークですね、それを見に行きたいと思います。はい、それではですね今、ここにいるんですけれども、ちょっと戻ってで橋を渡って、都民の森の方に三頭山の、登山口で、東京都民の森というところからスタートしたんですけれどもそこに立ち寄ってみたいと思います。それではまた。
来ましたね。都民の森って相変わらずでかい。はい、というわけで帰ってきました。都民の森ですね。昨年登った微登山に登るところの登山口ですね。しがいもなくですね、あの奥多摩有料道路のコーナーを走ると腰にきますね。やっぱり大きなバイク、しかもあのアメリカンでは絶対走っちゃいけない道ですね。1台ねこけてるバイクがいましたね。やっぱり安全運転が一番ですね。途中ね2回ぐらい後ろに疲れたんですけれども、もうダメかな、もう抜いていくかなと思ったギリギリのところであっちがあの駐車場入っててくれましたね。はい、久しぶりのバイク動画いかがだったでしょうか。こんな感じでね、本当は冬にあと2本ぐらい上げたかったんですけれどもね、なんとかこれからもう山のシーズンになってきたんでね、今度は山動画また撮りたいと思います。それではまた登山動画かハウトゥー動画か、虫がうるさい、バイク動画でお会いしましょう。さよなら。